どうも皆さんこんにちは、みたいです。今日はね、今週の月曜日に焼肉ドラゴに行ってきた話を、まあ、つらつらとねしていきたいと思います。焼肉ドラゴといえば、元関脇、現在は YouTuber、 そして実業家として、まあ、活躍中の高藤力さんがやっている焼肉屋ですね。こちらの何店っていうの、横綱通り店、清澄白河にある焼肉屋に、まあ、行ってきましたね。はい。まあ、ことの発端としては、共通のね知り合いの方、すごく僕がお世話になっている方がいて、まあ、その人がご飯食べるから来なよと、まあ、そういうことでお誘いをいただいて行ってきたという感じですね。まあ、最初にお話聞いた時は、焼肉ドラゴかと、高藤力さんのお店かと、まあ、僕自身当然高藤力さんは知っているし、まあね、まあ、同じといったら失礼かもしれないんですけども、 YouTube で活動しているという中で、まあ、やはりね、同じ相撲というものを、まあ、ちょっと扱い方はね違うかもしれないんですけども、同じテーマで相撲というものをしていて、そんな中でやっぱり高藤力さんすごくね、チャンネル登録者数、そして再生回数ともに、まあ、ズバ抜けてますから、まあ、すごいなと思っていました。まあ、高藤力さんのね言ってることっていうのは、なるほどなと思うこともありつつ、これはどうなんだろうということもありつつということで、まあ、言ってることによってはね、まあ、全面的に賛成ではないけど、なかなか面白い意見だなと思うこともあるし、まあね、そんな感じですよね。まあ人間関係ってそんな感じだよね。全部が賛成できる人ってそんないないと思うんですけども、まあそんな存在で、でちなみに何回かね、実は会ったことあるんですよね。高藤力さんの長男ですね。現在プロレスラーの DDT かなに所属している那谷幸雄くんが、以前うちの、僕が中学校の時、同じ中学校に相撲部としてね、まあ、入ってきて、まあ、一応僕は3年生、当時チームのキャプテンで、まあ、1年生で幸雄くんが入ってきてみたいな、まあ、そういうこともあったので、まあ、その時からのね、その時に何度か会ってましたね。はい。あとは中学校の全国大会で東京行った時に、まあ、当時の大竹部屋ですね、高藤力さんがまだ部屋を持たれていた時に、まあ、そこに泊まったこともあったりということで、まあ高藤力さんが覚えてるかは分かんなかったけども、こちらとしてはね、かなり強烈に印象に残っていると言った人でしたね。で、まあ焼肉ドラゴに行くと、まずはこのね、写真で出しておきますけども、僕初めて行ったんですけど、主張がすごいですね。ドラゴっていうこの文字、もうね、一目で焼肉屋と分かるような、そんな看板で、なかなか圧力ありましたね。そして店内入るとね、この優勝額、高野花高藤力と、2代目初代高藤力ということで、まあ、自分の優勝した時のお写真と、師匠である先代、なんだろう、双子山、藤島、初代貴乃花さん、プリンスですね。そして平成大横綱貴乃花さんということで、まあ、そうそうたるね、ほんと歴史の教科書みたいな、相撲の歴史の教科書みたいなメンツが並んでいて、なかなか圧巻でしたね。そしてもうすぐに高藤力さんもいらしてというか、まあ、お仕事されていて、なんか最初に思ったのは、あ、お店に立たれてるんですねっていう、まあ、この日立たれてるのか毎日立たれてるのか分かんないけども、もうお客さんのね接客もされたりとか、まあ、僕のいたテーブルの、まあ、その主催者の方に話しかけに来たりとか、まあ、すごくこう楽しそうにって言ったらあれだけども、まあワイワイとね、はい、お店をされていましたね。まあ、そして高藤力さんと、まあ、お話して、その共通の知り合いの方が、まあ、こいつアミタって名前で YouTube やってるんですけど知ってますかみたいな言ったら、ああそうなんだみたいな、多分最初はね高藤力さんも
なんか覚えてなかったとは思うんですよね、はい、覚えてなかったと思うんですが、まあいろいろ話を聞いて高通力さんのねちょっと因縁のある、まあ、うちの僕の母校でもある鳥取城北の石浦先生、ああ君鳥取城北なんだみたいな、石浦先生のどこのみたいな言われて、あそうですそうですみたいなね、はい、まあ、ちょっとこうどうなるんだろうと思っていたんですけども、まあ、そんな感じで盛り上がって相撲をやっていたとか、まあ、何歳ぐらいとか 誰と同年代でとか、どういう人とやってたとか、まあ、城北でやってた、日大でやってたとか、まあ、その流れで鳥取、まあ、僕鳥取城北入る前鳥取西中っていう中学校だったんですけど、そこの相撲部で高通力さんのね長男と一緒だったんで、その話にもなって、あれみたいな、うちの息子がいた時のキャプテンが確か網谷って、あそれ僕ですみたいなね、はい、まあ、そんな感じでつながって、ああそうなんだみたいな、で高通力さんのねいた大竹部屋にも泊まりましたみたいな話もしたりとか、まあ、結構ね盛り上がりましたね。まあ、高通力さんってその YouTube の中で言ってることは割と過激め寄りなんですけども、実際に会って話すと本当なんかあのなんて言ったろうな、動画の中のまんまの人って感じでしたね。うん、まあ、裏表なくというか本当あのまんまという感じで、まあ、すごく僕とかにもね気さくに話していただいて、うん、非常にこう印象のいい方でしたね。あの喋り方とか雰囲気はね、うん、でやっぱり相撲の話になりますよね、うん、というかね高通力さんを話して、ね、思ったのがね、本当に相撲が大好き、うん、まあ、当然ね僕も相撲 YouTuber なんで相撲の話になるのは当然なんですけども、それにしてもこう誰がどうとかね、これはこの人はこうやったら強くなれるんじゃないかとか、なんか昔の稽古はこんなだったとかね、そういう話をね次から次へとしてくれて、まあ、おそらく高通力さんがねおしゃべりが好きというのもあるんですけども、本当にねいろんな話を楽しくしていただきましたね。やっぱ一つこう盛り上がった話題をね言うとね、息子ですよね。息子の特に王鵬、王鵬の話になりましたね。まあ、王鵬といえば3月場所で自己最高位だったんですね。東の前頭3枚目ということで横綱にも勝ったりしましたね。まあ、その場所は負け越して、先場所も負け越してという感じで、現在2場所連続で負け越してしまってはいるんだけども、まあ、力をつけてきてはいる。ただ、まあ、まあ年齢的にもね、そんなまだ24歳ということで、まだまだ伸びしろあるんですけども、あの体でなんであんま押せないのみたいな話になりましたね。やっぱり公式プロフィールで191センチあって176キロあると。もう堂々たる体しといて、なんであれで押せないんだろうっていうね、そんな話になって、まあ高通力さんもね、いろいろ言ってらっしゃいましたけど、あれがどうでこうでこうでみたいなね、まあそんなことを言っていただいて、まあそこやっぱ盛り上がったかな、うん。まあしばらく会ってないみたいなね、話してないみたいなこと言ってらっしゃいましたけど、やっぱりね、当然息子ですから気にかけているんだろうなという感じでしたね。そしてその場には偶然なのかはたまた必然なのかわかんないけども、元大関のね栃ノ心さんも来られたんですよね。まあ別グループでなんですけども、栃ノ心さんマジでかいね、うん、まあ引退されて少し経つんですけども、でかいもうねこれが大関かと、足とかとんでもない太かったね。こんな人が本気でぶつかり合うのが大相撲なんだと思うと、いや力士ってすげえわって思いましたね。なんかもう怖いですもん、いて存在が怖い、うん、ただすごくねあの話し方とかそういうものは優しくて、まあ、非常に僕もねあの名前はあれって感じだったけど、顔見たことあるな、君なんだっけみたいな感じで話していただいて、そしてねなんかこのようなね名刺をいただきましたね。かっこいいな俺ね、うん、まあ、裏にはねあの栃ノ心さんのいろんな情報が書いてあるのでちょっとそれは伏せるんですけども、かっこいい名刺とかねいただきましたね、はい、僕が YouTube やってるっつったら、でもいいよ今度あの一緒にやろうよとか言ってくれて、もしかしたらそのうち栃ノ心さんも出ていただけるかもしれませんね。
そしてこれもはたまた多分偶然だと思うんですけども、高取さんの長男、一時期鳥取西中にいた那谷幸雄くんもね来てましたね、プロレス関係者とね。うん、でかかったね、相変わらずでかかった、でかかった、はい、元気そうでしたね。そしてここでね、もう最大のやっぱお楽しみじゃないけども、高取さんと当然僕の YouTube の話にもなり、そしたらもう高取さんの方から言ってくれましたね、じゃあ今度あの一緒にやろうよって、うん、全然いいよみたいな、いつでもいいよ、明日でも昼で、うん、明後日でもいいよみたいな、本当っすか、いやありがたいですということで、高取さんからなんと YouTube ね一緒にやろうよと言っていただいたので、近日中にちょっとね撮影しに行ってきたいなと思います。高取さんがいつも撮影しているあの場所でね撮影させていただける可能性があるので、そこでね、いろいろ話を聞いてきたいと思います。まあ内容としてはどうでしょうかね、やっぱりなんか土俵の外のこともそうなんですけども、まあいた高取さんがやってたあの時代の話とかね、なんかそういうその時代の力士とか、やっぱり旧藤島部屋勢とかね、そういった人の話とかをね聞いていきたいなと思いますね。やっぱり今の相撲界とはまた一味ね違った、良くも悪くもそういう時代だったでしょうから、個人的にも非常に興味あるし、まあ、そういった話を聞ければね、楽しくなるかなと思います。またすぐ始まる7月場所についても、まあ、そういう話もいいんじゃないみたいなことも高取さんから言っていただいたので、現在の、ね、力士たち、現在の7月場所に向けてっていうものを、まあ、どういう風に見ているのかっていうのもね聞いてきたいなと思います。ぜひね他にもなんかこういうことを聞いてみてほしいみたいなのがあれば、コメント欄に書いていただければ採用する可能性もあるので、ぜひね書いてみてください。はい、ということで今日は焼肉ドラゴンに行ってきた話、そして栃ノ心さんと高取さんと、もしかしたら YouTube が撮れるかもなっていう話でしたね、まあちょっと同じ相撲系とはいえ毛色がかなり違うと自分では思ってるんですけども、まあそれでもねやはり偉大な実績がある方だし、まあ、YouTube においても相撲においてもね、うん、何かこう楽しいお話を聞かせていただければなと思います。ということで近日中に撮影できたらと思うので、ぜひお待ちください。終わり、アディオス。